今朝、広島市の市街地にイノシシ1頭が現れ、男女3人の足を噛むなどしましたが、まもなく駆除されました。午前6時50分ごろ、広島市西区商工センターで体長1メートルくらいのイノシシが1頭いたと警察に通報がありました。およそ15分後、イノシシは西区井の口3丁目の住宅地に現れましたが、その移動中に40代の男女2人と50代の男性1人の足を噛むなどしました。3人はいずれも軽傷の見込みです。警察なのね、それ捕まえようとしたけど、それくぐって見る。この地域で見るの初めてですか？私は初めて。よく超えちゃったです。イノシシは体長およそ1メートルの成獣で、午前9時半ごろ、空き地の草むらに入ったところを猟友会などが駆除しました。